みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギターの講師の滝沢でございます。今回はこのピッキングについて、ピッキングそのものについて皆様にお話をさせていただこうかなと思います。まあ、ピッキングと一言で言っても、なんかこう、なんて言うんでしょう。まあ、こう言うとアホっぽいですけども、なんかこう、ピッキングって難しいじゃないですか。初心者の方に限らず、ある程度ギター上手くなってきても、そのピッキングというのはやっぱりその悩む種なんですよ。そのピッキングをどうやったらいいんだろう、どうやって持ったらいいんだろう、どういう動かし方をしたらいいんだろうみたいな感じで、やっぱピッキングに関してはやっぱ悩みがなかなか尽きないものでございます。なので、すごく難しいところなんですが、僕なりのピッキングの話をさせていただきます。全部で4本の動画に分けようかと思っているんですけれども、この1本目の動画は、ピックの種類とか、あとピックの持ち方といった、そういった準備段階について。で、2本目の動画に関しては、ピッキングで気をつけなければいけないこと。どっちかというと、そのメンタルといいますか、その気をつける注意点みたいな、そういう話でございます。で、3つ目の動画は、具体的にピックの動かし方とか、そのピッキングの仕方みたいな、そんな話をさせていただいて、4本目の動画では、自分に合った良いピッキングを身につけるためには、今後、どういう練習をしたらいいか。そんな話をさせていただこうかなと思います。まあ、それぞれ僕なりっていうの話なので、鵜呑みにしないでくださいませ。僕が正解というわけではないので、僕なりの考え方があるよということなので、これが正解というわけではございません。一人一人いろんなピッキングがありますからね。その滝沢的な、滝沢流のピッキングだとこんな感じということです。そこだけ本当に口を酸っぱく言わせていただきます。別にこれが正解とは言ってないからねっていうね。はい、そういう感じです。では、1本目の動画は結構軽い感じで、ピックの種類とか、言ってみましょうか。ピックの種類。まあ、楽器屋さんに行けば、すんごいいろんな種類が、ね、あってね、もう材質もあるし、厚みもあるし、形もあるし、柄もあるし、もうすごい何百種類でピックが世の中にたくさんあるわけでございますよ。で、その中でもとりわけ、スタンダードとされているのが、こういうおにぎり型と言われるタイプのピックと、こういうティアドロップと言われるタイプのピックでございます。この2つが、とりあえず基本と思っていただいてよいかなと思います。もっとちっちゃいピックもありますし、もっと大きいピックもありますが、とりあえずこの2つがやっぱり基本かなという感じですね。で、初心者の方からよくいただく質問として、どの形を使ったらいいんですかという質問があるんですけれども、正直、何でもいいです。何でもいいです。でも何でもいいんですけれども、その中からこう絞って言うならば、おにぎりかティアドロップ、どっちかにした方がいいかなと思います。で、この2つの中から、さらにその絞るとするならば、強いて言うならば、おにぎりの方が良いかなとは思います。ピックが大きいので、その指との接地面積がすごく多くなるわけなんですよね。そうすると、ピッキングが安定しやすくなるなんていうメリットもありますので、強いて言うならば、この2つ、そしてさらに絞って強いて言うならば、おにぎり型がおすすめという感じです。まあ、いろんなピックを使って、ね、そのしっくりきたとかやりやすいとかそういうのがあればもうそれで全然大丈夫ですので、あまりその辺はこだわらないでくださいませ。で、厚みに関してなんですが、これはまたいろんな種類があります。もうね、0.3 ミリとかのプラプラのやつもあれば、ね、1.5 ミリみたいなそういうゴム太のやつもありますし、中にはもう2ミリ、3ミリぐらいあるんじゃないのみたいな、なんかこの木でできたピックもあったりとかします。その中から、これまた何でもいいんですけれども、強いて言うならば、1ミリぐらいの厚さがあった方がいいとは思います。普通に厚さで言えば1ミリ、名前で言えばハードということですね。スティンとかミディアムとかではなくて、ハードのピック、そして1ミリぐらいあった方が良いです。これはどっちかというと、ピックの種類の中では厚い方、硬い方に入るんですけれども、ある程度、この硬さがないと、その弦を振動させきれない気が僕はするんですよ。で、ある程度厚いと、そのもちろん弦に引っかかるわけなんですけれども、この弦に引っかかるやりづらさは、ピックを柔らかくすることで解決するよりも、その技術っていうんですかね、そのピックをしならせるテクニックをちゃんと身につけた方が僕はいいと思うタイプなので、1ミリぐらいをお勧めします。もし、その、ね、1ミリを使いこなす根性がちょっと今のところはなさそうだぜ、ちょっと心が折れそうだぜ、挫折しそうだぜ、なんていう方でしたら、ちょっとおすすめのピックを使って、やりやすいみたいな感じでやってもいいと思うんですが、僕の中でのおすすめとしては1ミリという感じです。で、材質はポリアセタールとか、最近だったらそのウルテムとか、いろんな素材があったりとかするんですけれども、これまた何でもいいです。何でもいいです。セルロールスとかかな。とりあえず僕が使っているのは、今はこれは、自分でオリジナルで作っているピックなんですけれども、ちょっと今は、最近はこれ柄が違うんですが、
1ミリのポリアセタールで普通のティアドロップの形という感じです。ポリアセタールかな？セルロースではなくてポリアセタール。そんな感じです。あと、柄に関してはね、それは本当に好みなので、好きなピックを使いましょう。まあ、何年か前までは僕はずっとこのリラックマピックを使っていたんですが、まあ、もし楽器屋さんで見かけたら、このリラックマピックを使ってみてくださいませ。こんな感じで、可愛い柄でいくつかありますので、これが前僕が普通に使っていたピックという感じです。でも、まあ、リラックマピックの話をさせていただきますと、いくつか種類があるんですよ。このピンクと青以外でもその黄色とかあったりとかするんですが、この柄の中でも、この青かピンクのやつがすごくこう気に入って使っているような感じです。なんか材質が違う感じがするんです。でも、その中でもこの青とピンクのやつがすごい気に入って使っていたんですけれども、まあ、もし楽器屋さんで見つけたら、これを使ってみてください。で、まあ、今、オリジナルで使っているこのピックも、まあ、リラックマピックとほぼ同じ仕様という感じです。まあ、別にリラックマ好きというのもあるんですけれども、まあ、別に、なんかこう、ね、一応こだわってますよ。その厚さとか形とか。その上でこうリラックマがあったら最高だねっていうね、そういうチョイスでございました。そんな感じです。まあ、まとめるとすると、ティアドロップもしくはおにぎり、どっちかを選びましょう。その中で C というならば、おにぎりの方がいいよと。で、厚さに関してはまあ何でもいいんだけども、1ミリぐらいあった方がいいんじゃないのかなということでございます。で、材質、その他素材に関して、あと柄に関しては本当に好みで決めてくださいということです。それに関してはおすすめとかなかなか言えない。で、その次、ちょっとピックの持ち方に関してなんですが、そうだな、ちょっと透明なピックを使いましょう。まあ、ちょっとこの辺が一番気になるところかなと思います。しかし、これも結構ざっくばらんな話で、なんとなくで大丈夫です。なんとなく。とりあえず一つの目安として、この手をこのブラブラとさせて、力を抜いて軽く握った状態、まあ、こういう状態がありますよね。この状態でピックを挟むというようなイメージです。力を抜いたときにその、ね、パーッて開く人とか、グーッて握り込んだりとか、もしくはヒーッてやったりとかする人はなかなかいないと思うんですが、ちょっとこの、ね、手首とか指先とかをリラックスさせて、軽く握った状態のとき、この形がとりあえずベストな形と思っていただいて、まずは大丈夫です。ここからいろいろ変わったりとかするかもしれないんですが、まずはこの形からスタートさせると良いかなと思います。で、この状態で、この親指と人差し指の間にこのピックをこう挟んでいくと、こうなるわけですね。で、一つの目安として、これまた人それぞれだからなかなかこうとは言いにくいんですが、滝沢流としては、まあ、おにぎり型が、まあ、ちょっとグレたとして、まあ、すごい三角形になったとします。三角形のこのおにぎりのピックがあったとします。逆だ。逆向きです。おにぎりがグレた。まあ、こんな感じでピッキング型とピックがあったと。で、まあ、これを上から見たとして、このピックを挟んでいくわけなんですけれども、親指がある程度まっすぐに来るようにしたほうがいいというのがとりあえず一つ。この親指とピックの接地面積をできる限り広くしたいんですよ。なので、親指をこう立てたりとかして持つんじゃなくて、この平べったくしてべったりとこうピックにくっつけてあげるということです。で、後ろの人差し指に関しても、こうつまむような感じで持つわけではなくて、側面、この横を使って、できる限りべったりくっつけてあげるようにしてみましょう。人差し指が、この辺にこう入るような感じですよね。ちょっと上から見た図でいくとすると。親指がべったり、人差し指の下からべったりという感じです。で、この人差し指の爪がこの辺にあったりとかして、まあ、こういう感じです。で、ある程度この人差し指はこう開いてくるわけです。親指と人差し指がずっとまっすぐにこうなっているわけではなくて、ある程度やっぱこう人差し指が開いてきます。で、この開き具合に関しては本当にこれまた人それぞれですし、ちょっといろいろやりやすい角度を見つけてみてくださいませ。とりあえずまあこんな感じ。で、この先、このピックがどのぐらい出るかとか、あとピックの角度とかで迷ったりとかするかもしれないんですが、フレーズによっても変わりますし、その手の形とかギターの種類とかによってもそういうのがやっぱり細かく変わってきます。なので、まあ、あまりこうしなきゃいけないという固定概念は持たないようにしてください。もうむしろこんな感じでいこうというのは、そのラフさというんですかね、これじゃなきゃダメだというよりも、まあ、こんな感じでという感じ、そんな感覚で言っていただけると嬉しいです。人差し指と親指で
こうブラブラとさせてリラックスしたときに、人差し指と親指にこの挟むと、まずはこのぐらいの概念で大丈夫です。で、まあ、強いて言うなら接地面積を多くするという感じでしょうか。そんな感じです。すごいラフな話ですけれども、まあ、そのぐらいラフに考えていただきたいということでございます。ではでは、次の動画で、ピッキングの際に気をつけなければいけないことなんていうのをお話しさせていただこうかなと思います。まあ、ラフに考えてくれなんて言ってるけれども、まあ、できれば避けたいことはやっぱりいくつかあるわけですよ。その避けるべきポイント、避けてほしいポイントなんかについて、次の動画でお話しさせていただこうかなと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さようなら。